皆さん、こんにちは。MMA、原告化挑戦中です、えー。今日はですね、ちょっと本題に入る前に少しだけ宣伝させてください。えー、今、僕が着ている、えー、こういうパーカーとかの、えー、グッズを販売している、すずりというサイトの方で、えー、現在、セール中になってます、えー。12月3日日曜日の23時59分まで、えー、セール期間ですので、えー、ご購入、ご検討中の方は、ぜひセール期間中にお買い求めください。ということで。 えーまあね、このあーセール系の宣伝をするとね、まあ、うぜいうぜというようなコメントも <laughs> いくつか入ってるんですけれどまあ一応宣伝ということでさせていただきましたであとですねこれをしつこく僕がねセール期間中に告知するのには理由がありまして、あのー、皆さんね買っていただくと僕の方にこう通知みたいなのが来て、えー、と購入履歴が残るんですけどそれ何時何分に何が売れたかとか残るんですけどもうねほぼ毎回 必ず言っていいほどそうなんですけどこのセール最終日が一番売れるんですよものが。で特に23時台もう23時59分で終わりですから23時台に結構駆け込みで買っていただけるんですけれど必ずね1人か2人ぐらい0時2分とかに買ってる人がいる。だから多分 あやばいセール終わっちゃうで思い出して慌ててこうどれにしようかなこれにしようかなこれっつってでなんかクレジットカードの番号とか,なんか住所とかちょっと分かんないけどこう入れてたら、あのー、時間が1分2分オーバーしちゃってもうセール対象外みたいになっちゃってる方がもうほぼこれねほぼ毎回なんですけど必ず、えー、1人か2人いらっしゃいますあなので、あのー、忘れないように、えー、12月3日の23時59分までに ご購入していいただければなと思いますでこれはもうすずりというサイトの中でのものなのでこれは僕にどうすることもできないのでわこの人かわいそうだなって思うんですけどもう本当どうもしてあげられることがないのであのもう整理期間中に忘れずに買ってくださいっていうことしかちょっと僕から言えないんで、えー、皆さん、えー、まあ買,わない買うのをね全く、えー もうその買う気がないよっていう人にはもう関係ない話なんで申し訳ないんですけれどあの買おうかなどうしようかなって迷ってる方はあぜひセール期間中に買っていただければなという感じです、えー、では早速本編入っていきたいんですがえっ、ー、と今日はですね、えー、大ライジン大みそか大会で鈴木千尋選手の出場についてちょっと喋っていきたいと思います えーまあ、この間あ、ライジンの方で記者会見があって、まあ、追加カードが発表されて、でその中で、まあ、出場予定選手の名前がいくつか挙がったんですけれど、その中に鈴木千尋選手が入っていてで、記者会見の中では確かその話は出てなかったと思うんですが、とその後、囲み取材に応じたあ榊原さんが、 えー、鈴木千尋選手の出場について、えー、言及していて金原選手とのタイトルマッチはないそれはありえないと、うんあのー、鈴木選手が、まあ、万全の状態で迎えられないと、あのー、やっぱり指の怪我があるからなので他の選手を考えてますは <laughs> っ,てってなりますよね、うん、鈴木選手の怪我の状態が万全じゃないから 金原選手とのタイトルマッチはやりませんなので他の選手を考えてますいやいやいや <laughs> あのもう今の,その鈴木千尋選手に金原選手以外当てる選手いますかと言いたいですしその万全じゃないから別の選手っていうのもようあんですけど。 万全じゃない、試合ができるベストコンディションじゃないんだったら、やらせない方がいいに決まってるじゃないですか。うん、で、それでもやらせるっていうことは、怪我してる鈴木千尋とやるのに、ちょうどいいぐらいのやつを当てるってことでしょ、それって。うん、こ,のこのことなんで対しょうまあ僕も思わずちょっと、ええー、と思って X でも投稿しましたけど、 まあそれでマッチメイクされる選手ってまあ失礼な話ですしまあうんそもそもその鈴木千尋選手って今ただの人気選手じゃないわけですよあのまあ今すごいノリに乗ってる。 選手ではあると思いますし、まあ今年の来自の MVP って言ってもいいかもしれない、うん、そういう選手ではありますけどあのフェザーキフのチャンンピオンなんですよねこれ絶対忘れちゃいけないと思うんですけど。なのでそもそもチャンピオンにと戦える選手っていうのはそれなりにこう実績を積んでベルトを獲得に挑戦権を得た選手以外が戦うっていうのは。 まあ、いかがなものかという話にもなるんでもうちょっと本当この話に関してはいろんな角度でいろんな理由を追って僕ダメだと思うんですよ。うん、<laughs> でまず一つがそのさっき言ったチャンピオンであるとベルトを持ってる王じゃんっていうところで,でまず金原選手以外の選手がベルトに挑戦するっていうことは僕はちょっと現時点でありえないと思うんですよね。でなると これはノンタイトルマッチでやるっていう話になるんですけれど、このね、まあ僕もす、まあこの話は前にもしてますけど、ノンタイトル戦を王者がやるっていうのは、まあ基本的には好きじゃないんですが、まあ仮に今の状況で、まあ、じゃあ誰だかわからない、まあ誰かが鈴木千尋選手とノンタイトル戦をやったとしましょうと。で仮に、 えー、鈴木選手は負けましたってなった場合はどうなりますかって話ですそしたら多分ダイレクトリマッチで今度はベルトをかけてその選手と戦うっていうことになるでしょううん。ってなるとまあ、えー、ベルト挑戦権を獲得したと言っていい金原選手はどうなっちゃうんですかっていう話になるんですよね なんでそっちのなんか、トットでの誰だか分かんないやつに順番飛ばされなきゃいけないんだって、金原選手からすれば、山本空選手に勝って、クレベル選手に勝って、挑戦権獲得してるっていう立場なんで、全然その意味が分かんないってなっちゃうと思うんですよね、金原選手的には。で、そこはまあまあ、安心してくださいと。 絶対に鈴木千尋に、えー、もう負けることがないような相手を用意しますと、ね。そこはまあ考えてますよということであればこれもダメでしょうと。そのプロモーター側が絶対に片方が勝つと思ってるようなマッチメイクなんか全然面白くないじゃないですか。ダメでしょそんなのっていう話で。あの見てるファン僕たち見てるファンは何を見たいのかって言った時に どっちが勝つかわからない。格闘技っていうのは何が起こるかわからないから、どっちが勝つんだろうとドキドキワクワクする試合を見たいわけですよね。必ず100、まあ100はないにしても99%鈴木千尋が勝てるような相手を用意してきますみたいなのは、これはもう格闘技の試合というよりは、 うんまあちょっと残脚症に近いものになるわけですよね、まあ、いわゆるかませ犬うんどういうか負けるために試合を受けてくださいみたいなことでで当然その選手は頑張るわけですよあのバンクルせを起こしてやろうと思ってでいざバンクルアスを殺されたらなんかいろんなものがややこしくなっちゃうっていう、うん、だったらそんな試合組まなきゃいいじゃないという話ででまあこれはですね、まあ あの過去にもですね日本にはですねプライドという団体があった時に、えー、ゴミ高則対マークスマーカス・アウレリオっていうもうこれ僕は日本 MMA の歴史の中での黒歴史の一つと言んでますけどまあ過去にこの試合に関しては僕動画出してるんですけれど、うん、チャンピオンがノンタイトルマッチでその。うん なんてい,うかいわゆるかませ犬的な選手というかいろんな順番をすっ飛ばすようなマッチメイクをして万が一にでも,もう負けるということが起こると必ずと言っていいほど被害者が生まれてしまうというのは過去の歴史でもあるのでまあうんそもそも勝負論がないような試合をしてうんそこで万が一のことが起こると、まあ、今回でいうと金原選手が。 順番を全部すっ飛ばされるっていうことになるという部分でもうーんまああんまりよろしくないんじゃないかっていうことがまず一つですよね。うん、で鈴木千尋が「絶対に勝つよ」っていう相手を用意したらそれはそれでまあ何なんですかその試合って我々は何を見せられるんですかっていうことになるんですよね。うん、で次に もう一つ別の観点から言うと鈴木千尋選手は怪我をしてるって話なわけですで拳を痛めてで、拳を痛めてる状態で試合をするっていうことは怪我を悪化させる可能性が出てくる、うんうん、のでそうすると仮にまあ鈴木千尋選手が勝ったとしてもまたなんか殴った時にこう手を痛めましたみたいなのがあると また万全の状態で試合できるまで期間が空いてしまいますし、うん、場合によっては長期離脱っていう可能性もありますよね、うん、試合っていうのは何が起こるか分かんないわけですしでもし怪我じゃなかったとしても普通に鈴木選手が失神系おまけなんてしたらまあ何ヶ月かまた試合できなくなるとかってこともあるしでさっきも言いましたけど格闘技は何が起こるか分かんないどんなバングル狂いが起こるか分かんないって。 それは鈴木千尋選手が一番よくわかってると思うんで、どんな相手にだって、あのチャンスはあるっていう、それをやってきた選手なんで、<laughs> まあ、そういった意味でもう、怪我を抱えてる万全の状態じゃない選手が試合をして、何が起こるかっていうと、まあ、ライジンも過去ありましたよね、うん、堀口京次対朝倉海。 っってていうのがあ,って、まあそこで海選手が、まあ、堀内選手の腰の状態が良くないっていうコンディションの中で、まあ、勝ってまあとはいえ勝ちは勝ちですから僕はあれはなんかそれにケチをつけるつもりは全然ないんですけれど、うん、ただまあやっぱりそれによって選手の貴重な1試合が消費されちゃうんですよね。 うん、この話はまあ過去にもしたと思うんですけれど、まあ、MMA ファイター、まあ、MMA に限らなくてもキック、ボクシング、まあ、打撃系格闘技の選手は特にそうだとは思うんですが、うん、選手寿命っていうものが思ってるよりも短いんですよねみんな。 1 0戦とかそれぐらいがいいとこだと思うんですよ。プロデビューしてから引退するまで。まあ、50戦、60戦やる人も中にはいますけど、まあ、大体でもみんな40戦から50ぐらいかなって感じだと思うんですよね。ってなると、鈴木千尋選手って今、ざっ くっくり20試合ぐらいかあなだと思うので,で MMA だけでそれなんですけど鈴木選手の場合はキックもやってますから結構もうかなり試合数やっててうんそうなると残りの選手寿命って本当に貴重なんですよね一試合一試合が。でこれはあの鈴木選手に限らずすべての選手すべての選手においての。 一試合っていうのは本当に貴重なわけですよでそれをその勝ってもそんなにメリットがないような試合、うん、まあ変な話じゃあ今回 MMA はそのライジンのベルトとかいろいろ問題があるからキックボクシングの試合にしましょうって言ったとてそれは同じでやっぱり脳へのダメージっていうものもあるし拳を、うん、打てばやっぱり頬根を痛めるっていうこともあるし。 まあ逆に蹴られた殴られたらで,で足が折れたとかなんかそういうことだって全然あるわけなので残念ながら格闘家っていうのは消耗品なんですよねでその消耗品をいつこう消耗させるかっていうのも削るのかってでその削るのに選手寿命選手生命っていうものを削る価値のある試合 なんですか今回の試合はっていうふうに僕はうんちょっと思っちゃうんですよねまあ誰とどういう試合をやるのかうんによりますけどうんまあ今鈴木千尋選手が金原選手以外でうんやるべき相手って まあ、強いて言うなら1人いてパトリシオ・ピット・ブルはやってもいいとは思うんです。うん、まあ絶対ないですけどね。あまあ,あの首の手術したばっかりだしこのタイミングで大みそかに緊急出場なんて絶対ありえないと思いますけどただそんなパトリシオ・ピット・ブル選手でやるってなった時に、えー、鈴木選手の方でもその手の怪我が治ってないっていうコンディションで。 やるべきなのかっていう話にはなりますからまあうんまずそう,そういう角度で考えてもうんやっぱりやるべき試合なのかっていう気は僕はしますね。うんただじゃあなぜ坂木原、CO、が 鈴木千尋選手を出場させたいかっていうとまあこれはやっぱりうん鉄は熱いうちに打てるじゃないですけど鈴木千尋という株が盛り上がってる時にやっぱりもう一回盛り上げたい鈴木千尋の価値を高めたいそれから日本のファンに見せてあげたいアゼルバイジャンでベルトを取ったチャンピオン鈴木千尋の姿を 日本の埼玉スーパーアリーナの舞台で皆さんに見せてあげたいって思いが、まあ、あるはあるんだと思うんですけれど、うん、まああと本音を言ったら、まあ、ペーパービューチケットの売り上げに直結する人気選手の一人だろうという部分もあると思うのでどうにかこうにか出てもらいたいってことだと思うんですけどその、うん、なんていうのかな、うん、これ難しいところで。 こうライブとかフェスとかそういうものであれば名前のある人気のアーティストに出てもらって1曲でいいです1曲でいいからゲストで歌ってくださいみたいなので、まあ、そんなにこう何て言うんですか有名な曲じゃなくてもいいんでまるまるさんが出てくれるっていうだけでそのすごい数字上がるんすよっていうのはわかるそういうのは実際あるだろうなと思うし。 ただ格闘技においては、だ人気選手だとしても、誰とやるかで、そのカードの価値って変わると思うので、鈴木千尋を使いたい、で、それに対して見合う相手が用意できないんだったら、うん、僕は、食わない方が <laughs> いいんじゃないですかねっていう気がしますしまあ、 ただとはいえですねまあそういうめちゃくちゃなマッチメイクをやってきてそれがあの成功に導いたパターンっていうのもあってまあ、うん、まあきっと僕が今ずっと喋ってる間もそうは言っても鈴木千尋はパトリシオ・ピット・ブルに勝ってああなっただろうっていうところはあるんですよね。うん、皆さんもそそそれは思思っていいると思います。うん、そう,いうその、 めちゃくちゃな,な,な選手をどうなんだと思ってんだみたいなマッチメイクで時々スターが生まれるきっかけになるっていう、うん、それは確かにあって、うんまあ、それは実際鈴木千尋選手が体現しちゃってるんで否定はできないんですけれどそうなると鈴木千尋選手が今回の大晦日かに出て何かいい方向に向くとすれば鈴木千尋が負ける。 というストーリー以外ないんですよね？金原選手以外の選手ってなると。まあ、おそらく格がだいぶ落ちる選手でで、榊原さんの言葉をそのまんま鵜呑みにするんであれば、あの手の怪我があっても勝てそうな選手を用意するっていうわけですよね。だからまあ多分結構格下の選手を用意するってことだと思うんです。に鈴木千尋選手が勝っても別に何も。 ないというかまあお鈴木千尋やっぱすげえとはなるかもしれないけどうーんっていうで逆に番狂わせが起こった時の方がその番狂わせを起こした選手がスターになるまあいわゆるピットボールに勝った鈴木千尋パターンですよね。っていうことになると思うんでこのやっと今チャンピオンになってこっから人気が出そうまあ爆発しそうな鈴木千尋という。 存在を、その新しいスターを生むための餌にしちゃっていいんですかっていうのも。あるので、僕はもう、うん、や、まあ、やっぱり、うん、まあ、とにかく僕は組んでほしくないんで。<laughs> 素直にね、うん。まあ、ただ雷神は、このパターンで過去を成功してきたことも。結構あるわけですよ、うん。まあ、さっきお話しした、朝倉解体堀口教授もそうでした。 で、その後、朝倉海選手がどうなったかっていうと実は結構皆さんその後、そのまんま堀口選手とあのリベンジマッチをやる予定が堀口選手の怪我で流れてマネルケープと戦ってっていう流れだと思ってる方結構多いと思うんですけど実はここに1回佐々木浦香戦っていうのが挟まれてるんですよね。あの堀口選手を、KO、した とんでもないかも強いのかもしれない朝倉海これは本物なのかどうなのかっていう流れの中でウルカ選手とやってウルカ選手の顎を砕いてそれによって朝倉海はやっぱ本物だみたいになったんで堀口対朝倉海2っていうのが大晦日あってそれですごい盛り上がって残念ながら堀内選手が怪我で出れないの流れのまあネルケイプ戦っていうのでまあ ある意味盛り上がりをそのままこう継続できたところはちょっとあったっていう意味で言うと佐々木ウルカ戦の意味は大きかったとも言えるんですけどもしあの試合でウルカ選手が勝ってたらどうするつもりだったんでしょうねっていうのがあるわけですよね、うんで。もっと言うとその1年後ぐらいですか甲斐、えー、選手が扇保選手に勝って。 えー、ライジンバンタム級のベルトを巻いたすぐぐらいでしたよね庄司選手と、えー、ノンタイトル戦を行って甲斐、まあ、選手が KO しましたとまあ会場盛り上がりましたあれもし庄司選手が甲斐選手を KO してたらどうするつもりだったんですか、ねね、大みそかにね朝倉海斐対堀口恭司2っていうのを、まあ、用意してたでしょうけど負けてる朝倉海斐 堀口教授になっはた,たまた堀口教授対庄司とか庄 <laughs> 司、えー、対朝倉会2だったのか、うん、どうするつもりだったのかなと思うんですけどでそこはもちろん朝倉会が勝つに決まってんじゃん庄司が勝てるわけないじゃんっていうつもりで組んでんだよって言うんであればこれまたさっきも繰り返しになりますけど失礼な話ですしそんな試合組むプロモーターってどうなんですかっていう。うん っていう話にもなっちゃうんですけどまあライジンは過去そういうカードが多いんですよね。<laughs> でねまあはっきり言うと人気選手をそうやってこううまくこのカバセイルみたいな選手を当てて KO させて人気を膨らましていくっていうのは、まあ、日本の格闘技界の常等手段だったのでもうプライドとかヒーローズ K1 の頃本当に多くあったのでまあそれがわ残ってるのは分からなくもないんですがとはいえチャンピオンですよとただの人気選手じゃなくてチャンピオンなんですよっていうところでライジンはね結構ねチャンピオンの無駄遣いを結構するんですよね。まあ 過去の例で言うとさっき言った甲斐選手と庄司選手の試合もそうですしまあ割と直近で言えばまあちょっと今特殊な例かもしれないですけどサトシ選手とパトリッキー選手の試合もそうですよねうんまあベラトールのトーナメントの欠場者の代わりに、えー、ライジンのチャンピオンが1週間前オファーとかでスクランブル出場するっていう で結果、怪我しちゃってシ選手は長期離脱っていうこともありましたしえーえー女子スーパートム級チャンピオン当時のチャンピオンだった浜崎彩香選手がまあコロナ禍でちょっとしょうがない事情はありましたけど藤野恵選手と試合をしたりとかねうんま,あまああの試合に関してはまあちょっとそのコロナで外国人選手がいなくて挑戦者 しい選手がいなくてってしょうがない部分があったんで多少擁護できるところはあるんですけれどうんそのチャンピオンにノンタイトル戦をさせるっていうのはそれなりの理由がないとやっぱり筋が通らないしでまあ、して繰り返しさっきと同じ話になっちゃうんですけど選手生命っていうのは消耗品なんで 1, 1。ライフ削るんですよ。1試合ででその1ライフを削るのに値する試合なのかなっていうのはありますよね。うん、今回の試合がでこれが仮に秒殺で終わったとしても消耗しますから。うん、まあ、よくあの始まってカーンでバンババンダーンみたいなので、開始20秒ぐらいの ko とかであの選手が。 あのインタビューで僕ノーダメージなんで来月も試合したいですとかよく興奮して言っちゃうんですけどあれまあその時はそうだと思うんですよその時はそうだと思うんですけど試合のダメージはないけどそこにに至るるまでで練習のダメージはあるんですよ激しい練習ずっとやってスパーリングずっとやってで減量もやってっていうことで内臓系のダメージもあるしっていうだから1試合やるだけでリングに立ったって だけでももう選手はすでにいろいろ消耗してるっていうそこをもうちょっと考慮してほしいなっていうのと、うん、あとはまあこの鈴木千尋選手がねこれね成功しちゃってるっていうのもあるんですけどライジンの若手育成方法がすげえ雑 <laughs> 最近。うん、<laughs> あの鈴木千尋選手が もうまさにそうだと思うんですけどそのまあ,あ、えー、と山本空選手に勝ってで次に、えー、マッチメイクされたのが平本蓮選手かあに勝ってで萩原選手に勝ってって言ってこ,この辺の頃ってこうやって見ると若手同士の潰し合いなんですよあ鈴木千尋選手って、うん、山本空選手平本蓮選手萩原選手って割とその MMA キャリアのまだ 浅いこれからっていう選手同士にぶつけられそこでもうその中でちょっと1個出たかなっていう感じの存在の鈴木選手に次に中原選手っていう、うん、2段飛ばしぐらいの相手をぶつけてるんですよね。<laughs> でこれを見事に倒したことによって鈴木選手のこう価値っていうのはこう、まあ、ある意味上がってで一気に今度じゃあ。 えー、クレベル選手との、まあ、タイトルマッチに,、まあ、に挑んだとまあちょっと1個ね今成選手っていうのもちょっと僕が飛ばしちゃいましたけどまあになったとでさらにパドリシオ・ピット・ブルって本来やれるはずもない超大物とまあお互いショートノーティスだからみたいな感じでやってでそこで勝ってで今度いきなりタイトルマッチでケラモン選手当てられてでそこで見事勝ってっていうこの。 2段飛ばしぐらいのハードルを用意されてそれを飛び越えて飛び越えてだからスターになってるっていうのはあるんですけどこれ鈴木選手は成功パターンですよある意味。で例えばそれの失敗パターンの方がむしろ多くて、えー、萩原恭平選手なんかは白河陸人選手に勝ったのでこうちょっとバンク狂わせみたいな感じでこうグッと人気出たんですよね。 でその後がいきなり元ディープ王者の芦田選手なんですよ。で芦田選手にまああ,のあっさり何もできず決められて。うん、でまあやっぱり角が違ったなの後にまたこれも国内で結構実績のある内村洋次郎選手ぶつけられてでここは見事 KO して、えー、でまたちょっとカバー上がってみたいな。 で、まあ、その後は、まあとは MMA ルーキーだった平本蓮選手で、まあ、勝ちましたで割と人気は出ましたでいきなり次朝倉未来とか <laughs> もう2段飛ばし3段飛ばしぐらいの相手を当ててそれを倒せばスターになるよみたいなカードを組むんですけどそんな簡単に2段飛ばし3段飛ばしって飛べないんですよ、うん、まあ一体平本選手もそれに近いかもしれないですけど、えー 怪物君こと鈴木選手に、えー、勝ってやっと MMA 初勝利の次がいきなり、えー、元ディープ王者のドミネーター選手とかでドミネーター選手っていう2段飛ばしぐらいを見事に勝ったって言ったら今度斉藤選手とか、うん、まあ平本選手側が望んでるっていうのはあるかもしれないですけどでそういうマッチ名が多いですねあの、まあ、山本空選手で言えば中村大輔選手に勝ちましたって言ったら。 盛り上がってるうちにっつっても次の大会連続出場でアグウォン選手でえあと誰だっけな誰だかの怪我の代役で1か月後ぐらいのケラモフ選手にまたぶつけられるとかその盛り上がってるうちにどんどん勢いのある若手使っちまえみたいなマッチメイクでで結果まあさっき僕が開けた平本選手萩原選手山本選手っていうのは まあ成功して勝った部分もありますけど、まあ、成績に結構汚れついちゃいましたよねっていう話だしうん特に萩原選手に関してはうーん多分性格がそういう性格だからなのもあると思うんですけど。 ドミネーター選手に負けた時クレベル選手に負けた時鈴木茂選手に負けた時あとこの間の牛久選手に負けた時も全部そうなんですけど結構試合後のインタビューとか聞いてると自信を持って臨んでこういう負け方してちょっと、うん、今は落ち込んでますみたいなことを言ってるんでその何、うん、て言うのかな選手としての自信を毎回のようにへし折られてって。 のでもうちょっと長い目で育ててあげたら結構違ったんじゃないかな選手のその戦績的な部分もそうだし実力も自,自信をある程度つけさせてから上に当てていくっていうやり方の方が良かったんじゃないのかなっていう,うん気はするんですけどねっていう。 まあでもまあそれが雷神っちゃそれが雷神なのかもしれないですけど、うん、まあまああくまでも僕個人的な意見ですこれはもうその皆さんねやっぱり僕の僕の意見は僕の意見で、えー、これを見てる皆さんには違う意見もたくさんあるでしょうかもう何でもいいんだと何でもどんな相手でもいいから大晦日は鈴木千尋が出ててガツンと KO をしてくれるのが見れりゃ何でもいいよと なんだったらそれでバンクラーせ怒っちゃっても別にいいよと <laughs> 鈴木千尋が見れりゃ何でもいいんだよという方もいらっしゃるかもしれないのでもうそれは分からないですけどあくまでも僕個人の意見としてはうーんまあ出ないでほしいなと思っちゃいますね。でまあなんか X の方ではね鈴木千尋選手が「え俺試合なの?」みたいなつぶやきしてたり金原選手も「え とだけつぶやいててたりして坂木原さんは裏に話をせずにポッと言っちゃったのかなーっていう,そう,いう、うん、まあもしかしたらそれでこう世間がどういう反応するのかなを見たかっただけなのかもしれないですけどね、うん、まああくまでも僕繰り返しになりますけど僕個人の意見としてはちょっと、うん なしだなっていう感じですね。まあ皆さんがどんな意見なのかもぜひぜひコメントで教えていただければなと思います。はい、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではでは。今日こそやってやるからな。俺は柔術も学んだからお前の寝技は一切通用。高評価、チャンネル登録よろしくね。